ハンゲットチェイコです、稼げる子どもの育て方ということで、今日はね実践的な、まあ、賢さというか頭の良さとかみたいなのを育てるためには、まあ、どうしたらいいかっていう話なんだけど、まあ、ぶっちゃけねドリルとかやってたらもう絶対実践的な頭の良さとかは生まれねえなっていうふうに私は思ってるんですね。なぜかというとドリルって、まあ、正解が一つしかないものを、まあ、解いていくっていうもので、でもう人生もそうだし、まあ、ビジネスにおいてもそうなんだけど、正解が一つじゃないじゃん。なので正解、一つの正解に向かって走っていくっていうのは、まあ、逆に言うとこう融通が効かないというか、まあ、臨機応変に対応できなかったりとかするわけだよね。だからそういった意味ではこう今時の勉強方法じゃないよねっていう感じなのね。なんか反復練習みたいなさ、 2+3=5 みたいなのをずっとこう反復練習していくのってまあ必要かもしれないけど、でももう AI とかがやってくれるし、まあ、計算機が計算してくれたらコンピューターが計算してくれるから、もう人間がやると一番間違っちゃうよねみたいな風になってると思うんですよね。だからわざわざその時間をこう費やさせる必要は子供にはないんじゃないかなっていう風に思っていて、それよりもなんか頭の中でパッなんていうのかな、こうパパッとこう見たものをこう客観的にこう計算できるみたいな、そっちの方が重要かなっていうふうに思っているので、なんかこうドリルでね、こう一つの正解をこう合わせていくっていうのは、まあちょっと時間の無駄かなっていうふうに思うわけなんですよ。で私もまあでも実は最初はもう日本に行った時とかになんかドリルとかすごい買い占めてきて、それをねもうなんか1枚ずつなんか毎日家でやらせるみたいなこととかやってたんだけど、でもね、なんかアメリカのその授業の内容とか見てるとね、2+3=5じゃなくて5の答えになるためには何通りの方法がありますかみたいな答えの出し方なんで、そうするとやっぱりね、社会に出た時にこの方法になるためには何通り考えられますかって言って、1通りの人から、まあ、100通りの人までいるわけだよね。そこでもなんかこう頭の良さとか、あとクリエイティブさとか知識の量とかでもこの数が変わってきてしまうなっていうふうに考えると、あ、やっぱりそっちね、一つの正解を目指すものよりも、まあこの正解に導くためには何通りの方法があるかっていう、そっちを考えられる方の方がやっぱ圧倒的にこう実践的なレベルとして高いよねっていうふうに思ったので、だからこうドリルとかをやらせるよりも、まあ、実際の実践的なもので頭の良さっていうのを育てていった方がいいなというふうに思ったね。だからよく英語だとブックスマート、ストリートスマートとかって言ったりするんだけど、こうね、こう勉強だけの頭の良さじゃなくて、こうストリート、に出た時に、街に出た時にその頭の良さみたいなものが発揮できる方がやっぱいいから、それなのでどちらかというとそっちを重視して、こう実践的に勉強させていた。それで例えば、まあ、もちろん数学なんかは、まあ、数字に強い方がいいに越したことはないんだよね。でビジネスの面でもやっぱりね、将来ね大人になった時にやっぱり数字が強い方がいいわけだから、やっぱりその数字を強くするためにはどうしたらいいかなんていうことをまた次の別のね、動画で話していきたいかなというふうには思うんだけれども、まあそれぞれのね、なんかこう使えるものっていうか、こう将来にちゃんと使えるものみたいなものを教えていかなければいけないから、なのでそういった意味でそのまあ本当に一つの回答だけしかわからないと、いやできませんみたいな風にね言っちゃう大人とかもめっちゃめんどくさいじゃない。だからこういう方法もあるし、こういう方法もあるしって言って、あ、じゃあそっちやってみようみたいな、これ失敗したね、じゃあ次行こうみたいな感じで、こう柔軟性の高い人たちになっていかないと、やっぱなかなか将来的にね、こうコンスタントにこう稼げるこうチームに入れるかなみたいなのが関わってくるんじゃないかなというふうに思うので、その辺についてまた、お話ししていきたいと思います。じゃあね。